で、千葉ニャンといえば、じゃあちょっとあの千葉に巡っていただきますと、地磁気の逆転っていう言葉を聞いたことありますか？横には線がさ、こういう風になってるし、縦にもなんか線ができてるね。じゃあさ、この周りに何が、前の時代はこうだった。で、ここからここに動いたのが地磁気の逆転と言います。だんだん地層の方が新しくなっていくんですよ。だから自分は場所を歩いてるんですけど、この辺とこの辺も時代が違うんですよ。で、あ、ここでは逆にな、今と同じになってるのにこっちは逆だっていうのが分かって、1億年10センチだから460センチあるんですけど、ここに赤い線あるの分かりますか？ 0.77 ミリにしつけてるんです。人類の誕生って、まあ、500万年前だとするとここから5ミリで、チバニアンの誕生は1ミリもない。これにいっぱいトゲが生えてたのが、これなんですよ。バカ貝が出てる。なんか楽しかったの。